佐賀県立図書館像、首都の図。三井元保首都書発行首都書とは、日本の江戸時代末期において、天然痘の予防及び治療を目的に設立された医療機関。特に1858年に、伊藤玄僕らによって開設された、お玉ヶ池首都書が有名である。日本初の首都所は、1849年7月20日に、 長崎出島のオランダ召喚医師、夫も日家によって長崎に開設された。佐賀藩範囲の伊藤原木の震源を採用し、佐賀藩は闘病の輸入をオランダ召喚に依頼していた。長崎で自身の子供に手導を行った範囲の奈良林、高志立により、同年8月に長崎から佐賀藩領へ闘病がもたらされた。佐賀藩では、 首都事業を担当する引き当法が設けられ、医師の出張、宿泊費を藩が支給し無料で半量に接種が開始された。並行して熟達した医師に医業面札を発行する制度が導入された。さらに10月に佐賀藩から江戸の佐賀藩邸に送られたことにより、関東、東北にも広まった。一方これとは別に、長崎の東通人衛線指導により、 同年9月に、当病は、京都へ送られ、日のかな,えなりにより10月16日、助党官が開設され、首都が開始された。この噂を聞きつけた、小形公安が京都へ赴き交渉の末に入手。日の、笠原両作、小形らにより11月7日に、大阪にも、助党官が作られた。1860年、敵塾の南へ移転。1850年、 公安の距離の備中国足森藩より要請があり、足森上等官を解説。福井藩出身の町医者であった笠原良作は、高下3年に藩に対し闘病入手の請願書を出したが、不採用となっていた。1848年12月に再度請願書を出し、藩主の松平春学はこれを取れて幕府に請願した。老中、安倍正博は、 長崎奉行、大谷明慶に、これを伝達。長崎奉行から、オランダ商館に要望が伝達された。あとは、牛刀が届くだけとなっていた。モーニッケは、カエ元年の来日赴任の際に牛刀を持ち込むが、これは失敗し、前出のように翌年再度バタビアから持ち込まれ、これは、成功した。笠原は、京都の日野の、助刀館で、 首都活動の後、同年11月下旬、接種した子供とその親を引き連れ、雪深い土地の木峠を越えて、故郷の越前国福井へ闘病を持ち帰った。笠原は、福井城下自宅の林家にて、帰国した当日から首都を開始した。また、接種と鑑定方法を熟知することを条件に、越前国内の府中、サバエ、王の、鶴が、 隣国加賀の大正寺、金沢、富山などへとそれぞれの医者に技術を伝えて分内していった。福井藩は1851年10月、70名を超える範囲、町、スタッフを組織した、助党館を開設した。江戸では1849年3月に、既得権益を守りたい、官報医らの働きかけから、乱放医学禁止令が二つされた影響もあり、 普及は遅れた。しかし江戸では急速な開花ムードもあり、1858年に乱法解禁となった。また、伊藤玄木戸塚政界海らの乱法医が、奥医師に登用されたことを契機とし、安政4年8月に、大月春斎の家に、伊藤や、戸塚から乱法医住人を呼び、斎藤玄蔵が集まり、会議が開かれた。三つくり玄保は、プチャ、 陳事件などでも知り合いであった、幕閣の解明派であった、川地俊明に働きかけ、川路を通して幕閣に働きかけ、また首都所の計画用地として、川路の神田尾玉刑事の屋敷の一角を借りることとした。安政五年正月、老中、堀田正俊から許可が下り、伊藤、戸塚、三つくり、林、道会、石井総研、大月春斎、杉田玄丹、 手塚良船、三宅ゴンサイラ乱暴為83名の資金拠出により、同年5月7日、神田松江町の川路俊明の屋敷内に、お玉ヶ池首都所が設立された。この首都所は11月に火災で類焼するが、伊藤原木宅と大月春斎宅を仮所として首都は継続され、翌年9月に別な場所に再建された。この再建の際、 三宅ゴ歳の依頼を受けた、浜口五両が、建築資金として300両、機材代として400両という大金を寄贈している。この後幕府直轄とされ、西洋を医学書と改名し、首都は、同施設の一部門となる。医学書書大東取は、大月春斎。大月の死後、伊藤玄墓らが、尾型公安を推薦し、幕府の強い要請に応えて、 小形が大阪から上京して頭取りに就任。文久3年2月に医学書と解消。同年6月の小形の死後、7月から松本良順が頭取りとなった。慶応4年、新政府軍の江戸会場及び幕府が機能停止する。頭取りの松本良順が旧幕府軍と共に欧州に去ったため、林道会が頭取りとなって首都は続けられた。 上野国官林では、長沢治元が江戸に上り1849年に、桑田立祭の弟子となり、1851年に、首都法を持ち帰ったが、藩主秋元志朝の命を受けてなお、皆は首都を受けることを恐れた。李元は、普及をせき焦り、親の承諾も得ずに、通りすがりの子供に手術するなどして、ますます反対派を増やしてしまった。翌年には、 半び地の牛漆山へ赴き、道地でも、首都手術を行った。もともと、秋元家は、道地から管理に移されたばかりであり、山形では医師であった、理研の父の名声が高かったことがあり、首都は普及した。また管理では、家老の丘や磨く磨く助が率先して、自身の子供4人に受けさせた。この後、主都に反対していた重心の子供らは次々と、 天然痘にかかったが、岡谷の子供らは大丈夫であった。以降、他の藩士や、領民も、首都を受けるようになった。後藩は、岡谷の検索を入れ、利源を中心とした、大規模な医療施設を設けた。そこで、首都は継続され、さらに管理藩は、藩内の幼児すべてに首都を受けさせることを、判明により、義務化した。 こうして全国に広まっていくと同時に、もぐりの牛頭主頭法者が現れ、尾形公安らは、助頭官のみを国家公認の唯一の牛頭主頭法治療所として認められるよう、奔走していた。1858年6月5日、公安の天然痘予防の活動を幕府が公認し、牛頭主頭は免許制とされた。ありがとうございます。